じゃあまず今の正直な気持ちな、そのまま教えてもらってもよろしいか。はい、8歳からスクールオブロックを聞いていて、受験生って大変なんだろうって思ってたけど、受験生になった今、辛いし苦しいし不安だし泣きたいです。でも諦めたくない。 E 判定の第一志望に合格したいです。昨年のセンター試験でマークミスやケースワンミスのケアレスミスをしてしまって浪人することを決めたんですが、この半年間はそのミスを引きずってしまい、ここから気持ちを切り替えて残りの期間を全力で走り切りたいと思っているので、背中を押してほしいです。よし、分かった。将来高越の仕事をする夢を叶えるため、京都大学文学部に絶対に合格します。今はまだ E 判定だけど必ずひっくり返します。もともとそんなに容量がいいタイプではなくて、人よりも人一倍、努力して勉強してしないと、みんなとの周りについていけないっていう自覚がずっとあって。ここまでも辛かったろ、浪人。そうですね、やっぱりしんどいです、僕は本当の友達と言える友達がいなくて、なかなか自分でストレスを抱えてしまうので。オカパスはゴールに向かっているということだ。それが分かってるってことは最悪ではないってことなわけだ。多分ね、リアミューの輝ける場所はそこじゃなかったんだね。2ヶ月後の本番、もしくは2ヶ月後までの毎日、はい、しっかりとやることを続けて息さえすれば、1月後2月後、そして本番の時にはうちの今までやってきた成果が俺は現れると思う。そういうものだと思う。カヌーは全国に来ました。こんな辛い思いして全国のトップにまでね、手がかかるとこまで行っているっていう精神力と、はい、戦う力と、はい、根気も勇気も持ち合わせてるわけでしょ、リアミューは。どうしたんだ、そのいっぱい培った武器は。何もったいないことしてんだ。このカロリーメイトにお前へのメッセージを書かせてもらう。はい、眉言の道には眉言しかいない。誰かと比べるものでも、誰かが先に行ったから焦るとかそんなものも一切関係ない。ここで万全の状態で最初から最後まで通過できるやつってほぼいないよ。はい、だから弱くなって当然だと思うし、はい、別に無理にここで強くなるとかじゃないよ。これ浦地の夢は何だ。私の夢は建築家になることです。だね。はい、迷った時こそそこの夢にしっかり耳を傾けろ。しっかりと指し示してくれるはずだ。その日だけを見てるわけじゃないわけよ。それまでを見られるわけよ、その日に。今のウィークポイントじゃないところがお前のストロングポイントだから、まず自分自身の力で決めてだな。はい、行かないことには始まらない。はい、待って、モチベーションを持って自分を引っ張り上げます。素晴らしい。約束な。はい、約束します。よし。友達関係も大事やけど、私が決めた道は私しか行けへんから、このまま頑張って突き進んでいきたいなって思いました。よろしい。とにかく自分に打ち勝って負けないように、最後笑顔で終われるように頑張ります。今まで自分が積み重ねてきたものをしっかり発揮できるように頑張ってきます。もうこれで後ろ向きなことは考えずに、成長したところにいるんだろうなっていうふうに思いました。その通り。校長が退任するタイミングに、絶対に合格報告をして、いい報告をできるように、これからの残りの期間、全力で頑張りたいです。よし、ここまでしっかりやってんだ。応援してるよ。今までやってきたんだよ。大丈夫よ。受験生の皆さん、応援してます。応援してます。応援しています。頑張れ。応援しています。皆さんなら絶対に大丈夫です。自分の全力を出し切ってください。グローブロックの生徒の一人として、皆さんの努力と願いが良い結果につながるように祈っています。受験生の皆さん、頑張れ。